県が発表した推計人口によりますと、今月1日時点の高知県の人口は66万9516人で、前の月から2242人減りました。出生数から死亡数を引いた自然増減は663人の減少となり、県外からの転入から転出を引いた社会増減も1579人減りました。県の人口は1955年に88万2683人でピークを迎えましたが、1985年から減少が続き、去年4月には68万人を割り、それからわずか1年後に67万人を割り込むことになりました。